堺正章最近は、断捨離、進め、お別れするという人生、趣味を極めて夢はロス五輪出場も。男性を対象にしたビューティーアワード、第4回メンズビューティーアワードが31日、都内で開催された。計9部門で選出された各賞受賞者が表彰式に登壇し、受賞の喜びを語った。俳優の堺正章は、ビューティーライフスタイル部門を受賞。受賞式後のトークショーで、人生断捨離をしていると告白。最近は、物を買わなくなりました。買うと後の処理が大変になる。お別れするという人生だという。若さを持ちながら、エンタメ界の最前線を走り続ける堺の趣味は、射撃と車。五輪競技として射撃は採用されているためロスオリンピックを目指している。と大きな夢を抱きながら、車と射撃をやるというのが本当に楽しい、と微笑んだ。男性の美と健康を表彰する本賞、9部門で計9名の受賞者が発表された。セルフメディケーション部門、元サッカー日本代表の松井大輔さん、ビューティースキンケア部門、モデルの富永章嗣、ビューティーミドル部門、元サッカー日本代表でタレントの武田信弘、ビューティーライフスタイル部門、俳優の堺、大塚製薬株式会社 ULOS 賞、スカヌー日本代表の羽田拓也花王株式会社サクセス賞、元ラグビー。長音日本代表の田中文明さん、株式会社マンダムルシード賞、栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則。株式会社リップスリップス賞、BMX 日本代表選手の中村輪夢特別賞、ドジャース大谷翔平投手が受賞した。堺は、誰もが知るマルチタレントの第一人者として芸能界を牽引し、78歳となった今でも精力的に芸能活動を続けていることが選考理由となった。笑顔で登壇し、誠にありがとうございますとマイクに頭を当てながら一礼。会場の笑いを誘い、マチャーキ、と黄色い歓声が飛んだ。受賞を喜んだものの、なんでだろうかと考えたという。これまで、大きく見せたい、立派に見せたい、と、自分に洋服を着せていたことがあったが、78歳となり、原寸大の自分で生きていけるとすごいんじゃないかと思えるようになった、素の自分。お表現できたら良いなと思いましたとコメント。最後に、マチャーキ、という年齢じゃないので、堺さん、と呼んでいただけたらというのが願望と願った。